マルシリウスが生きた時代、14世紀の神聖ローマ帝国この時代は代表的な家門の間で皇帝圏の争奪が行われていた。頭中紫がルクセンブルク家の家領、頭中オレンジがハプスブルク家の家領、頭中緑はビッテルスバッフ家の所領パドバのマルシリウスは中世イタリアの哲学者、神学者。主張、平和の擁護者は 人民主権理論の先駆であると考えられている。マイナルディ2家の出身で、一族は裁判官や交渉人を輩出している家系。ボンマッティオお父としてパドバに生まれた。パドバ大学で医学を治め、1311年頃にはイタリアで医者として活動をした。1312年頃にパリに選ってパリ大学で哲学や医学を学び、 自然科学での名声に基づいて、1312年12月から1313 13年3月の間が区長となった。1316年にはパドバに戻っており、医業に復帰した。その後放浪し、パリで医業に携わるから、1324年には平和の擁護者を表した。ところで1322年から、 単独のローマ王となっていたバイエルン大公ルートビヒ4世と教皇ヨーハネス22世の間で1323年から論争が始まっていた。前者がイタリアに皇帝代理を派遣して皇帝大官を目指したのに対し、後者が異議を唱え、1324年にはルートビヒ4世の波紋とドイツ全土の政務停止を宣言した。 マルシリウスと彼の古い友人であるジャンダンのヨハネスは、この論争において、両者ともに、ヨハネス二十二世に恩義があったにもかかわらず、アベロエス主義的な立場からルートビヒ四世を支持し、その庇護を求めた。ルートビヒ四世三百二十六年に二人が、ルートビヒ四世の宮廷に到着した際、平和の擁護者を献上すると、当初ルートビヒ四世はその政治理論の大胆さに、驚き。 いたではないかと考えた。しかしすぐにルートビヒ4世は考えを改め、二人を宮廷に招き入れ、行為を寄せるようになった。マルシリウスはルートビヒ4世の側についたために、ヨハネス22世により1327年4月3日に破門された。マルシリウスは帝国の方針を擁護する重要な論者となり、ルートビヒ4世のイタリア遠征に随行した。イタリアでは、 ミラノで、ローマ教皇を書面で攻撃し、ローマでは、ローマ皇帝は、教皇ではなく、人民によって選ばれるとする、平和の擁護者での主張に基づいて、人民の集会を組織し、彼らにより、ルートヴィヒ4世は、皇帝として宣言された。4月18日にはルートヴィヒ4世により、ヨハネス22世の追放が宣言され、フランチェスコ・カイコルバーラのピエトロを、ニコラウス5世として、 使徒のの立した。この革命劇においてマルシリウスが重要な役割を果たしたしことは明らかである。マルシリウスはルートビヒ4世によってローマの教皇代理に任命されるとヨハネス22世を支持する聖職者たちを迫害した。そしてジャンダンのヨハネスがフェラーラの司教区を得たと同時期にマルシリウスはおそらくミラノ大司教に任命された。また、 定権以上論において、神聖ローマ皇帝の独占的な支配権を正当化し、特に、チロル博女マルガレーテ・マウルタッシュと、ボヘミア王ヨハンの次男、モラビア編教博ヨハンハインリヒを離婚させる、ルート美ヒ四世への介入を擁護した。マルシリウスの晩年については、記録に乏しく、はっきりしたことはわからないが、1343年4月10日に、 教皇クレメンス6世がマルシリウスを使者として扱っていることから、それ以前に死去したと推察される。マルシリウスの理論は、教会と世俗の一体的な社会を想定しているという意味で、中世的であるが、人民主権理論、絶対主義的な国民国家理論の先駆として高く評価されている。特に研究としては、中世思想の代表とも言うべき、 トマス主義との鋭い対立を想定する傾向にある。アベロエスとトマスはクイナス中世におけるアリストテレス需要においてトマス主義とアベロエス主義という二つの立場が存在した。13世紀以降、アリストテレスの注釈者としてアベロエス、すなわちイブンル主導が大きな影響力を振るったのであるが特にキリスト教の信仰に対立するようなアベロエスの解釈について 神学者の間で危機意識が生じていた。当時、アベロエスの解釈を全面的に受け入れて、信仰と理性の分離を唱えた人々を、アベロエス主義者という。一方で、トマス・アクイナスは、アベロエス主義をアリストテレスの歪曲的な理解であるとして退りけ、信仰は理性を超えている上に、理性の根拠であるとし、哲学は、神学の女と呼んだ。マルシリウスは、 彼の友人ジャンダンのヨハネスと共に明らかにアベロエス主義の思想的系譜に属しており理性と信仰の分離を唱えている。彼によれば経験によって到達し得る確実性と単純に信じ込むことの間には関連性が認められないという。従って信仰を哲学などの知的理解にとって必要不可欠とするトマス主義的な考えには否定的であった。 信仰が理性を超えているからこそ、両者は分離されるべきと唱えたのである。政治思想においても、トマス・アクイナスが神の説理に基づく自然法を重視し、あらゆる実定法は自然法に基づくべきと論じるのに対し、マルシリウスはあらゆる法は、それが実情法秩序の中で認められている限りにおいて法であるのだとし、法実証主義的な見解を論じた。 平和の擁護者で展開されるマルシリウスの政治思想はアリストテレス的であり、社会の自立性を論じた。彼は国家が完全な共同体であり、従ってキリスト教や教皇が政治に介入することは、このような共同体にとって不和と争いのもとになるだけで外役であるという。従って国家内での一元的支配の実現こそが彼の理想であり、 そういう権力を支える手段が法である。ここからマルシリウスが絶対主義的な国家主権理論を唱えているとする解釈が成り立つ。神聖ローマ皇帝ルートビヒ4世が皇帝代理をイタリアに派遣し皇帝大官を目指すとアビニョンのヨハネス22世教皇は教皇への復従を求めたがルートビヒ4世が応じないので破門した。また教皇は 製品論争で教皇と対立し、数名を異端として処刑された、フランシスコ海精霊派はルートビヒ4世のもとへ逃亡した。マルシリウスは平和の擁護者などで教皇主義権及び世俗社会に対する教会の介入を批判し、皇帝ルートビヒ4世と教皇ヨハネス22世の間の論争において皇帝を擁護する論陣を張り、 定権異上論で皇帝の権力を正当化し、絶対主義的な国家理論を唱えた。また、法の権威と根拠は、人民の制定に求められること、すなわち人民による立法を唱えている。したがって、法によって強制力を行使する支配者は人民に対して責任を負っている。彼は強制力を持つ実定法こそが真の法とした。 これに対して自然法や信法などは、実定法秩序によって強制力を付加されない限り、厳密な意味で法ではない。ただし、平和の擁護者小論では、実定法が自然法や信法に違反する場合は、後者が優先されると述べている。実定法には、次のような性格が明瞭である。法の対象は外的な行為に対してであって、 信仰などの内面に関わらない神の方は、究極的な原因であるが、世俗の方には、直接的に関わらない国家における正義及び、利益の実現を目的とする支配者の安全、統治の継続に資する信仰に関しては、内面の問題であるとマルシリウスは論じ、信仰の組織である教会は、キリスト教信徒全体の共同体であり、教皇権は、キリスト教自体に根拠を持たない、 便宜上歴史的に設定された人為的な制度に過ぎないとし、本来すべての聖職者は平等であるべきで、公会議により、教会法が立法されるべきであるとし、公会議主義の有力な根拠となった。ありがとうございます。